体育の授業以外で1週間に1度も運動をしない小中学生が増えていることが分かりました。文部科学省が小中学生210万人余りの運動習慣などを調べたところ運動する時間が1週間に1分もないという児童・生徒の割合が小学校の男子でおよそ5%女子で10%。 中学生男子でおよそ8%、女子では24%に上ることが分かりました。前回調査に比べ、およそ2ポイントから6ポイント上がり、運動をしない子どもたちが増えています。文科省は、ここまで運動をしない子どもが増えていたのは意外だったとしています。